今回は私初めて京橋朝市に行ってまいりました。もう朝4時からね、こんな感じでずらーっとね露店が並んでるんですよね。最後までよろしくお願いします。というわけで皆さんおはようございます。時刻は朝5時です。これから、今表町商店街にいるんですけども、これからね毎月第1日曜日ねやってる京橋朝市に行こうかなと思います。初めて行くんですけどね、ちょっと楽しみですね。別空間のような感じですね。もうそろそろですね、この心斎大寺商店街を突き抜けて旭川沿いに向かっていくんですけども、なんかね屋台のなんか物をなんかソーセージとかねフランクフルトを焼いてるようなね匂いがしてますね。お祭りの時のあの屋台の食べ物の焼く匂いがします、ね、朝市の会場が見えてきました。京橋朝市です。この旭川の土手沿いに屋台が朝市が並ぶということです。こちらでございます。露店がね並んでますけど、はい、こっちからねあのずらっと朝市が並んでるわけです。すごいですね。はい、テンション上がってきますね。こういう規模でやってんですね。ずらっとうどん屋さんとか、炭火焼き、鴨型手延べうどん、はい、いろんなお店があります。あ、そうです。ありがとうございます。あ、お疲れです。ね、今日はもうラーメンだけ。ラーメンとおにぎりとテイクアウトです。おにぎりが1個100円です。あ、おにぎりね、いいね。あ、こういう感じやってんだ。はい、大きい釜で。うん、そう、お疲れ様です。いいですか。おはようございます。ちょっと待って、あのせんべろの方も行くんで、よろしくお願いします。お昼の時にね、ちょっと今日こんな感じで。ラーメンとおにぎりが。お疲れ様です。ね、いろいろやってるわけです。もう普通にね、いろんな種類の、ね、果物屋さん、生花かなあったりとか、このラーメンとかね、美味しいやついろいろあるわけです。
うなぎ飯いいですね。ここの美味しいねグルメどころがね集まってる朝市、暑いですね。なるほどね、こんなお店があるわけですけどもね、これスープあったりとか、パンとかね、あるわけですね。お豆腐屋さんとか、はい、あね、豚まんもうね見たい場所がねいっぱいあるということになってますけど。で、行列ができてますね。人気なんですよね。いろんなお店が、もう漬物屋さんからいろんなお店がずらっと。5時から、まあ、4時からスタートなんですけれど もうこの今5時の段階なんですけど、すごい人がね集まるイベント、初めてなんですけどかなりびっくりな感じでございます。でこの上にもまだずらっと続くんですね。ちょっとまた後で上の方にも行ってみましょうかね。ね、はい、ちょっとねこれからこの見逃した上の方に行ってみようかな。このずらっとね向こうの方まで続いてますね。この下だけかなと思ったんですけども、この上の方にずらっと、ね、流れるように屋台があります。ちょっと今から行ってみようかなと思います。だけどやっぱなんかねすごいワクワクしますね。なんかねめちゃめちゃワクワクします。人気なお店があるんですね。もうずらっと、まあね、朝から雨降るんで早めにね集まってるとは思うんですけども、石垣、いやーすっごいね露店が並んでますけど、これ毎月第1日曜日、まあ、1月は第2日曜日ということなんですけれども、この旭川沿い、京橋、西詰めですね。ずらーっとね、午前4時から10時まで、多数のテナントが立ち並び、新鮮な農産物や、この魚介類がね、販売されていたりするんですけど、毎回ね、80から130店舗が、出店してるということなんですよね。大体、露店のお店の場所は一緒だそうです。はい、というわけでこの水門をだいたい境目ぐらいから向こうの橋の辺までこの露店がずらっと並ぶということですね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ちょうど、ね、寄りたいお店何軒かあったんですけどもね、いろいろと撮影でお世話になったお店あるんですけど、ちょっとね忙しそうな感じだったんで、ね、まあ、遠くから見るだけになってしまったんですけども、いやー
多いですね。ちょっとしか露店ないのかなと思ったんですけど、この上からね下までずらっとね、美味しいご飯、朝食べたくなるようなもあったりとか、まあそのお惣菜野菜とかね、安く手に入るというか、美味しいお店が出してる露店ということで、ぜひ皆さん行ってみてください。まあ、今日はね朝から雨が降るということで、みんな早めにね出てるような感じだと思います。朝4時からやってるので、ぜひ皆さん行ってみてください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。